おはようございます西田航です。えー、と8月28日水曜日いかがお過ごしでしょうか全日収録しておりますというとこで告知でございますって言いながらもいつも告知してるんであの冒頭はねだいたい宣伝でございます <laughs> あの東京カメラ部って皆様ご存知ですかあの東京カメラ部10選とかっていうありますよねあの、まあ、そこで10選に選ばれたらもう成功が約束されてるみたいなぜひ、えー、皆さんも ど,どうやってまあ多分ネットとかで投票するんですか投票というかあのアプローチするんですかねでちょっと僕も細かくはあんまり分かってないんですけども東京カメラ部でそどうやったら1選に選ばれるかとか多分まあ俗に言ういい写真撮れば選ばれるって感じですよねであのずっと東京カメラ部の,あの代表の塚崎さんとあの結構去年の CP プラスの時とかにお会いしたりしてあの塚崎さん もうあの僕のことを、まあ、知っていただいててで、まあ、なんていうのかな、まあ、僕の、まあ、こうやって写真で飯食っていってるっていう、まあ、商業カメラマンだったのを you に YouTube にかじを切り今では自分で写真集を出し別に、ね、出版社とか刃もついてるわけじゃなくっていうですから今ではもう山田写真製版所さんとがっ,つりつがっつり組んでってわけではないですけど僕の作品とかはそろそろ 山写真製所さんから発送今では学装古典の制作すらも山写真さんと組んでやったりとかで今度は、えー、と9月27日からはドリキンさんの5冊の写真集が発売そして写真展もですね昨日あのちょっと会場物色してきて多分代官山になると思います9月27日から10月の2日 までなので28、29が土,土曜日、日曜日でドリキンさん、がっつり在庫してもらおうかなみたいなイメージでいたり、まあ、トークショーやったりとかもう本当に LSK のドリキンさん版みたいなイメージで言いといていただけたら結構会場もこじんまりしてるんですが、まあ、アットホームな感じっていうか代会山からもね、駅から1分、2分とかで、さらには、えー、恵比寿からもね、もう本当、フォトォークがあって歩いてくるといい感じの。 結構フォトスポットっていうか、フォトウォークしても楽しそうなエリアなんですよね。だから LSK のメンバーとかとまたフォトウォークできたら絶対面白いなとかって思っていたりするっていうところで、そういう感じで今はドリキンさんの写真集や写真展のプロデュースなどもさせていただいてるってことで、こういう 動きもうもはや自分の写真集とか写真展だけじゃなく、まあ、他の方のプロデュースとかまで、まあ、手掛けているっていう、まあ、俗に言うこう、まあ、写真実業家とかって大げさですけど、まあ、写真プロデュースさみたいなこともやらせていただいてるんですよね。そういったところに東京カメラ部代表の塚崎さんもまあ何ていうのかなシンパシーを感じていただき要は東京カメラ部10選に選ばれた方々が、まあ、どうやってじゃ選ばれるはいいがまあ 多分ですが大体メーカーから仕事をもらって要は下請けですよねでまあそれで生きていくとでもこれって究極のところではまああのプロフォトグラファーでクライアントがいてまあ例えばねあの電通の代理店とかがいて制作会社がいてそこから依頼を受けて撮影しに行くっていうのとスタイルとしてはあんま変わんないんですよねで基本的に撮影の需要というものが大きく減っていっている中ではまあ仮にですがまあ僕のようにまあ その自分でこういった形でえっと写真を通じた事業を作っていくと要はゼロ一の部分を作れる人間が結局は写真俗に言る写真業界で生き残っていくみたいな。 まあじゃないと無理ですよねその要は今までまあ日本の広告費って7兆円なんですけどそのうちのまあ3,000億ぐらいがだいたい写真スチール写真で3,000億ぐらい多分あったと思うんですよねそのパイが多分今もっと縮小して当時僕やった時は3,000億ぐらいやったから写真単価だけでいうと多分半分か3分の13分の1じゃないかな半分の多分1500億ぐらいになってそうな。 イメージですよ、これは。ちょっと、調べておりません。あの、予想なので、ちょっと話半分で聞いてください。ですが、パイが小さくなっているのは間違いないと。だから、要は、写真だけで、クライアントワークで、飯食っていくってことが非常に苦しくなると。で、東京カメラ部としても、要は、そうやって、僕みたいな形で、まあ、ほとんどいないわけですよね。あの、自分でじ、事業を作って、写真事業を自分で作るって一番難しいで。皆さん、どうするかわかんないですよね。僕もどうするかわかんないですが、えー、まあ、この YouTube を通じたりしながら、 ずっと考えてるんですよ。写真のこと。と、写真をどうやって皆様と楽しんでいくかっていう。その楽しむっていうところは、あの継続するために、俗に言う、まあ、その、稼ぐっていうか、マネタイズの部分も一生懸命考えてるんですよね。なんで、お金がいっぱい欲しいんじゃなくて、皆様と楽しんだ上で、みんなも楽しいから、やっぱり、それを続けるためにお金も払い、払いたいって思ってもらうようなことをやっていくっていう。まあ、そういうところの、 で、これってルールは別にないんですよね。ただ僕がこの5年にわたってやってきたことってのあるので、そういったことをですね、東京カメラ部の2024写真展で、えっ、ー、と、日付がですね、ごめんなさい、えっ、ー、と、日付9月22日、16時18時ですね、2時間、え、語ります。その、 東京カメラ部の代表の塚崎さんと僕とでの対談形式って感じですかね。9月22日の9月22日16時18時東京カメラ部2024写真展 in ヒカリエですね。渋谷にヒカリエってあるじゃないですか。渋谷ヒカリエのえっ、ー、とあれってホールだから何階かな ?7 階かなちょっとごめんなさい。何階だったっけなえっ、ー、と これが光ホールの A で9階だ !9 階でございます。まあ結構でかいとこですよね。なのでそこでまあ俗にまあ登壇するって形ですかね。あとはなんか東京カメラ部の YouTube チャンネルでもライブ配信をするとのことなんですよね。だから現地に来ていただいても9月の22日16時から始まるトークショーに直接光カのホール A に来ていただいても僕のトークショーを聞けますし、 で、あの、ご自宅にいながらもね、遠方でねあの、渋谷行けないよっていう方は、むしろ、あの、ライブ配信、YouTube チャンネルからのライブ配信でご覧いただけるっていう、立て付けですかね。なので、まあ、えっと、普段僕がこうやって、まあ、ほぼ毎日配信、発信してるんですけど、特に西田塾、メンバーシップの,あの方々とかは、もう本当に僕が、それこそ今年パリほどで写真集売る、あの、売る、町口ひかりさんと、えー、組んで写真集出して、フランスで写真集売るとかね。 この5年にわたって一カメラマンだった僕が気づいたらまあ増本界のトップ・オブ・トップである抹茶カンパニーで町口聡さ,さんひかりさんとご一緒させていただくっていうかね、まあ、要は森山大道さんとかもうそうそうたる方々の増本をやっている方だから要は僕のニュートークの写真集は森山大道さんの新作と並んだりするわけですよね。ちょっと 自分の中でも信じられない次元に、自分の中でも規定はいるんですけれども、一生懸命走り続けている結果が、今こういう形になっていると。この辺のお話とかも含めて、なぜこの5年間走り続けてきたら、パリで写真集を売ることができるようになったのかっていう。そういったところも踏まえて、まあ、その東京カメラ部でね、10選とかって、本当に数、もう限られた中で選ばれたトップオブトップの方々っていう方々に、 まあそのじゃあそこから美しい写真を撮った後にどういうふうにそれを自分の中で値創造さらに価値創造してしそして自分自身が生きていくために、まあ、要は稼がないと写真を撮って稼がないと生きていけないわけですよね。写真事業の作り方みたいなこういったところをまあレクチャーレクチャーねできるのかどうか分かんないですが、まあ、自分の思いとか考え方みたいなところをお話しできればなと思っている次第でございますので。 9月22日16時18時、東京カメラ部2024写真展 in ヒカリエ、渋谷ヒカリですね。9階、ホール A かな。お越しいただけたらと思います。お待ちしております。概要欄に貼っておきます。この東京カメラ部の、えー、と写真展の、えー、とホームページがありますから、まあ、ランディングページ的なやつが。そこで多分詳細とかわかると思いますので、ぜひご確認ください。お待たせしました。えっ、ー、と、買ったものを開封しますというところで、 あの、あの、開けます。えっ、ー、と、まずこれが、これ、これ、紹介しちゃった、いいのかな <laughs> 紹介していいのか <laughs> 真っ赤な <laughs>。真っ赤な <laughs>。<っ赤> <laughs> あの、僕、スコッチウイスキー好きであの、ちょうど今、無くなったので、開いしました。<laughs> 僕の上飲種真っ赤な <laughs>。はい、以上です <laughs>。あの、スコッチ好きで、で、今、円安で、 円安になっている中でいろんなスコッチウイスキーあるんですけどもちろん値上がりしている中マックラン結構まあ高いじゃない高いは高いじゃないですかもちろんでマックランのダブ,ルカスカスダブルカスクですねダブルカスクマッカランで今一番逆に例えばバランタインの,あのまあスコッチ好きって言いながらブレンディッドの、えー、バランタイン17年とかも好きなんですけど。 あの今円安でむしろバランタインの17年結構値上がりしててあんまりマッカロの12年のダブルカスクとあんまり値段変わらなくなってきてるのでまあもちろんそこまあ上院衆になるとグレンフィリックとかまあ,うんまあその辺のねあのとかまあし5,000円ぐらいのが上院でもいいんですけどなんかそんなに最近飲まなくなってきてるのでまあせっかく飲むならまあこのちょっとピートが買った ちょっと聞いた何を語ってんだ俺はっていうすいませんということで真っ赤に買いました以上です <laughs> えっとですねほ本題本題すいませんあのスコッチ好きな人いますか僕結構まあ鹿児島出身でじゃあ焼酎ですよねとかって言われるんですけどなんか焼酎っていうよりかはなんかスコッチの方が好きでまあ上流酒っていう意味では似てはいるんですけどなんか焼酎の差別化って結構難しいんですよねまあもちろん森蔵とか うん、あるんですけど、まあ、そう,いうこと白波とかね御とかっていうねっ屋久島のとかあるんですけどスコッチオードのキャラクターっていうねそれこそアイランの方になるとあのラフロイグ的なちょっとこうセイロガンっぽいとかカーンとくるやつあるじゃないですか実はちょっとねラフロイグもちょっと安,安くなったんでこのあとラフロイグがくるんですけどどんだけ飲みたいんだよって話ですがちょっとこうあのスッと飲める真っ赤なと結構ガツンとくるラフロイグを久しぶりに飲み明けようかなっていうもうほんと。本当 1>, 1年ぶりぐらいにラフロイグ結構下がったなと思ってなんかそういうこと円安で結構値段上がっててでなんかたまたまアマゾンで見つけたのでさすがにちょっとねあんまりお酒勧めるのは良くないので未成年の方も見てる可能性があるのでさすがにお酒は貼らないですがそうそうそうだから久しぶりにラフロイグとマッカロンこう行ったり来たりおおできるなみたいなどんだけ酒好きなんだよトークみたいになって,てすいませんでこっちが本命でございますすいませんでしたえっとこれじゃじゃーん アンカーパワーバンク1万ミリアンペアはフュージョンビルトイン USB ケーブルっていうことでもう最近これえっとあの実は、えっと、僕も結構このえっとまあモバイルバッテリーかモバイルバッテリーは結構沼ってはいるんですよですが一番最先端は一番早いのはやっぱりあのドリキン師匠ドリキンさんドリキンさんが一番早いで もうドリキンさんやっぱ早すぎてしかもこれって日本よりもアメリカの方が早く発売したんですよね確かねどういう儀的の問題か何かは知りませんけどもう早速日本で発売する前からドリキンさんこれ買っててこれが一番いいとで確かドリキンさんこれを、えー、とスペインとパリとかのの1週間ぐらいの旅行にもこれ持って行っててもうこれでほとんど、えー、とスマホの充電でさらにこれ M11 の充電もここ USB-C でできるからっていうところで、えっと、僕は今までこれアンカーのパワーバンクの 5000mAh のビルトイン USB-C ケーブルを使っていたんですよ。ですがやっぱりね 5000mAh 優先だとしてもやっぱこれ一発充電したりとかちょっとするとねもうほぼ減っちゃうんですよ。 まあ半わわわ、半分以上、半分以上減っちゃうんですよ。それを考えると、やっぱり1万ンペアは確かに欲しいと。で、いろいろ、こう、確かカズさんも今もうこっちに移ってるんじゃないかな。だから、あの、もう、なんて言うんだろう、USB、えー、っと、モバイルバッテリーマスター達人たちは、もうほぼこっちに移ってるんですよね。で、僕もその、もうパ,パリに向けてというか、 まあ、どうせパリも行くし、また出張でね、あの、それこそドリキンさんの五冊の、あの、印刷立ち会いとかも9月行くんですよ。なので、それも考えると、で、この間どこだっけあ、郡山に1泊行った時はこれだけで行ったんですよね。で、ホテルではこれを刺して、パソコンも1泊だから持っていかなくて、これを刺してカメラに充電したり、携帯充電したりとかしてて、もうバッチリだったんですよ。それぐらいだったらいいんですが、その、バスケしてたからね、バスケするのがメインで、 まあ、携帯ぐらいしか使わない、充電しないってなると、やっぱこれで十分で。で、宿に帰ったら、ここで AC で挿して、まあ、ケーブルとか、で、ここ,こ,こと、もう一個出して、二口で充電できたりするんですよ。一応 30W なんで、10W、10W ぐらいだったら、なんかできたんですよね。10W、10 15W とかわかんないけど。ただ、いよいよ、 パソコンとか持ってきますよとか、パソコンの時は一応もう一個大きい充電器は必要だと思うんですが、さすがに。僕の場合、MacBook Pro の14インチなので 96W 充電なんで、せめて 65W 充電器ぐらいは持っていっとかないと、さすがにちょっと危ないかなっていう。で、これ実はね、大きさはこのぐらいなんですよ。このぐらいの違いっていうか、結構違いますよね。大きさ的には。なんですが、えっと、まあこっち、ビルトインでこう,こういう感じでね。 こういう感じになってるっててるいいう頃こういうこういう感じでねあの AC の部分はなんですけれどもあの調べていくと重さはね実はそんな変わんないですよねでかさはでかいだけど重さは実はこれが250だったかなちょっとお待ちくださいあごめんなさいこれが 205g これが 205g でこっちがよいしょ 251g なんですよだからで,でかさは変わるんだけど大きさは変わるんだけど 重さは事実上 50g しか変わらないのであればやっぱ1万 mAh の方が明らかにいいよねプラスやっぱりねあのー、もうカズさんとかも言ってたかなこれケーブルがやっぱりこれ 15cm ぐらいかなこれやっぱちょっと短いんですよねだったらやっぱりこれちょっと長いんですよ見てください明らかにこっちは 25cm ぐらいあるかなこ,この違いなんですよねこのぐらい長さが 5cm は違うかなだから 1520cm ぐらい でここの長さまであると例えば他のカメラとかこう立ててカメラ三脚置いて例えば対談とか撮るときもこのまんまカメラにザクッて刺すこともできたりするっていうなんかこれだとねやっぱ無理なんですよ。あのか、まあ、こういうとこにスペース作ってなんかこういう感じとかでどっかに引っ掛けてなんかこういう感じで引っ掛けてここに刺すとかだったらいけるけどでもそれだったらこっちもできますかねここで何かしら引っ掛けておいて。 まあ三,脚のな三脚のこう雲台のねこうダイヤルの部分にかけてそこでザクッと刺すとかっていうこともできるけど長いに越したことはないですよね。で1万 mAh でスタンドアローンでもこれどうだったっけなこれ刺してなかったら 22.5W だった気がするんですよね刺したら 30W なんですけどこっちは確か刺さなくてもそのまんま 30W が確か出たような気がしてるんですよ。 これであパーセンテージがねこうやって 25W ってって25%か。なのでまあとにかくもうドリキンさんとかカズさんがあれだけモバイルバッテリーの達人の方々がもう間違いないって言ってるものを買っとくのがやっぱ間違いないしあと僕ってあの重さにすごいセンシティブっていうか重さ重さ中なんでこれが大きさよりも 50g しか変わらないっていうこと自体が。 まあいいいのかなっていうあとはもうこれ2つ持ち歩いてもいいかなっていうその本当になんだろうな結構カートとかで行く時とかはとか収録とかだったらこれとこれ持っていっといてオゾンポケットすりはこっちで給電でえっ、ー、と FX30 の時はこっちで給電みたいなまああとこれも実は持ってはいるんですけども CIO の2万ペアはこれはまあ、うん、これこのクラスは逆に言うとなんか水道機っていうか例えば えと写真展とかでキャッシャーをしなきゃいけないとか、イパッドをキャッシャー用の iPad を充電しなきゃいけないという時は、充電取らずに済むという意味では、これ、すごい有用なんですよね。まあ、これと、まあ、一応このスマートコピープロもまだ持っているはいるんですけど、1万アワ h のね。これはケーブルレス、ケーブルがないので、ケーブルが必要。ですが、こっちは AC でもつなげておけるし、充電いらずだし、いざとなったらっていう。で、まあ、ホテルとかに帰ってこれで挿しておけば、まあ、このまんま。 ケーブルでも使えるし、おそらくはこっちで 2, 2口分けて 10W、10 15W とかでも充電が可能なんですよね。だから、携帯を充電しながら、携帯充電しながら、もう1個ケーブルをつなげて、ケーブルをつなげて、こっちで M11 も充電とかっていう。なんで、これができれば、だから、僕も、ちょっとパリフォトは本当にどこまで、あの、 軽量化できるかの勝負みたいな風に感じているんですよねなのでなパソコンになるから1個はちょっとこうガッツリした充電器とはいっても 65W の1個だけのタイプ持っていこうかなと思ってるんですけどもアンカーのそれとこれだけでいけるんじゃないかなとあとはだいたいドリキンさんと同じ宿とかに多分泊まれることを予想してて。 いいいいいざとなななったたらドリキンさんんのの借りちゃゃえばいいんじゃないのみたいなおはようからおやすみまで多分大体まあ部屋は別なんだけど結構でっかい部屋をエアビーで借りてなんかパリとかドイツも泊まろうみたいな雰囲気だしまあドイツはもしかしたらねライツホテル泊まる可能性があるのでそれぞれかもしれないんですがフランスに関しては基本1週間弱ぐらい滞在してまあ同じフロアで、まあ、リビング一緒でそれぞれの部屋みたいな感じにすれば大人の修学旅行ですねめっちゃ楽しみ想像しただけで。 でカズさん常さんも来てくれたらもう毎日祭りですよね。で、ゲンさんも行くて、小ンさんも行ってっていう。想像しただけで楽しすぎる。なので、ワンチャンこれだけで行けないかなみたいな。で、ドリキンさん貸してみたいな。<laughs> あの自分の MacBook Pro、まあでも MacBook Pro 用ぐらい1個持っていっといていいか。なので、これをちょっと運用しています。これ。逆だ、アンカーの。運用も何も、もう多分ほとんどの YouTuber の方っていうか、 あのエッジが効いてる YouTuber の方は、まあ、最初これが出てたのでね先行でほとんどこれ持ってたと思うんですけど今大体みんなこっちに映ってるんじゃないかなっていうので僕も、まあ、別にセールとかでも何もなかったんですけどやっぱ重さもねやっぱこう持っててもこっちはね小さいけどやっぱずっしりくる感じなんですよ 200g でこっちはでかい大きいんだけどでもなんか大きい割には結構軽いなみたいなだから 50g しか変わんないっていうね 251205g なんで。 ググララムムないのか実質さっていうことで、まあ、これはこれでね、まあ、もちろんちょっと両方使ってみますなので今回の富山出張えっと行くんですけどドリキンさんの写真集の5冊のね印刷立ち合いでその時はこれをちょっと持っていってみてこれとさっき言った、えー、MacBook Pro 用に1個充電器を持っていっておいてであとはえー、っと今日レンズ来るのかなあのー パリフォトで持っていく M11 カラーの M11 系と,系と今日来る、まあ、とあるレンズがあるんですけどそれで、えー、行ってみようかなっていうちょっとね実は福井も行こうかなと思っててな、まあ、すごい楽しみすぎますよねそういろいろありましてなので今度の2泊3日の富山出張を9月行くんですけど富山出張をちょっと仮想パリフォトみたいな感じの 装備にしてみようかなっってていう,ふうに思ってます重さとかも含めの、ね、で今無印のリュックが僕の中でめちゃくちゃ熱いので2泊三日だったら無印のリュックだけ行ってみようかなとかねあのパソコン入れてこれとコンデジすらももういらないかなみたいなまあでもパリごとはコンデジ持っていく予定なんですけどもだからモバイルバッテリーとあとパソコン周りももうそれぐらいであと本当とレンズペンとかそういうあと着替えがちょっととみたいな。 ね、ほんと下着と上数枚だけでいいですもんねまだ9月だから T シャツいいしねっていう感じでございますのでこれえっ、ー、とアンカーのパワーバンクフュージョンビルトイン USB ケーブルこれをちょっと購入してみましたというお話でございます <laughs> ちょっとごめんなさいお酒の紹介とかしちゃってほんとすいませんでしたただスコッチウイスキー好きな人ともね結構なんか仲良くなれたら嬉しいかなっていう 感じておりますので、まあって言ってもね結構ミーハーなセレクトですねマッカランとかねドミーハーではあるんですがまあでも結構ねいろいろ自分自身もまあバーとかでもある程度こう塩の匂いがするタリスカー的なものとかまあちょっといろいろ楽しんではいるんですけどもアードベックとかねアードベックはもうちょっとアイラ系というかねまあまあこの,この話は聞いがないのでいてことでえー、っとこれ。 これだけで生きていけるのかどうかっていうところもトライしてみようかなと思いますので引き続きこちらの USB、USB じゃねえや、えー、とモバイルバッテリーの運用もえこっちのね 5000mAh と比べて皆様とえ皆様にお届けしようかなと思っております。何卒よろしくお願いします。それでは今日も使い方を作りました西田でした。どうも。